キャップ。うん。自転車もう一台買いません？ん？自転車。そうそう。いつも使いたい時ないんですよ。え？いつもっす。なんだよ。じゃあいいよ、買いなよ。マジで。電動ですよ。ダメだよ。自力だ、自力。電動はキャップ専用じゃない？電動自転車は安かないからな。ああそうそう。競輪の自転車っていくらくらいすると思う？いくら？ピンキリじゃないですか。まあ、そりゃそうだよ。そこはほら、もう実際プロに聞いちゃうのが早いだろ。もはや準レギュラー。例えば、このフレームだけでいくらくらいすると思う？なんか言えよ。まあ、20万からってとこだな。1台だとどれくらいですか？4、50万からっつってたよ。そりゃそうっちゃそうですよね。さらにタイヤなんかは消耗品だから頻繁に交換しなきゃだしな。走る量が違いますもんね。落車なんかしてみ？いろんなパーツ交換しなきゃなんない。確かにそうだわ。な？若手は効くしね。そう。特にプロ競輪選手を目指してる人たちな。そこで日本競輪選手会東京支部では、そういう人たちへの機材提供の目的でアンリムの利用を開始した。何ですかそれ。スポーツギフティングサービスって耳慣れない言葉だけど、簡単に言っちゃうと俺たち一般人がアスリートの活動を金銭的に支援するシステム。ほう。皆さんにも車検とは違う形で慶応閣の選手とつながってもらいたい。何のために？競輪界の未来のためだよ。男前じゃないですか。